はい、スプリンプラスです。じゃあ今日はプレネチェックやっていきたいと思います。今週は23年 SS シーズンのウィーク2ですね、ナイキのエアベイキン新作のスニーカーが発売となりました。ホワイトブラック2色で発売になったんですけれども、ホワイトの方が少し売り切れるのが早かったと、その後ブラックも売り切れになって両カラーともに完売となっております。それからレギュラーアイテムでも注目のアイテムありましたね。キャンバスクリップジャケット、これはレッド、ブラック人気となりました。そしてウォッシュドセーターはグリーン、オリーブですね。それからツートンコーディロイシャツのグリーン、この辺も人気になりました。そして今週の一番人気だったのがモーションロゴフーデッドスウェットシャツ、特にこのダークタンテカラー、すごい速さで売り切れになりましたね。それからダブルニーのペインターパンツ、そして同じくモーションロゴの B2 など人気になりました。それからキャンプハンマーですね、これも人気となったと。果たしてプレネついてるアイテムあるんでしょうか。楽しみですね。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということでプレネチェック早速やっていきたいと思います。今週はナイキのエアベイキン発売となりましたが、まずはレギュラーアイテムで売り切れになっているアイテムからチェックしていきたいと思います。まずキャンバスクリップジャケット、これはレッドブラックが人気になりました。レッドブラック、ウッドランドともに全て完売となっていると。定価41,800円で、いつも通りラクーマ、メルカリ、スニダンなどのフリマサイト中心にチェックしていきたいと思います。早速キャンバスクリップジャケット、これはどうなんだ、ロゴとか大きく入ってるわけではない。おお、すごい値段で93,000円、強気な値段設定ですけど、あ、61,500円で売れてる、まあ、実績は少ないですけど、41,800円の定価なので2番ぐらいプレネついてますね。それこれはすごいですね。さあメルカリは、メルカリもいっぱい出てんな。でも価格が結構強気な 7,8 万ぐらいでつけてる人が多いですね。9万台も結構ありますね。55,000円レッド、してブラックは67,000円ってことなんで、あ、でも25,000円ぐらいついてるね。スニダの方でもチェックしていきたいと思います。シュプリームプラスのウェブサイトの方で相場を見るボタンを押すと一発で、今のリセール相場が分かると。そのアイテムのリセール相場一発検索できるという便利アイテム、便利機能がついておりますので、ぜひ。履歴見ると5万円台、5万8000円とか5万6000円。今5万6000円になってますんで、まあ大体そのぐらいだね。少しスニダのが安めですけど、1万5000円ぐらいはプレネついていると。他のカラーはレッド。あ、レッドなんか1個も出てないね。それからウッドランド。ウッドランドは出てるけど、実績はないと。いうような感じです。ブラックがやっぱりリセールだと人気になっていると。それからプリンテッドウォッシュドセーター、これオリーブが人気になりましたので、オリーブだけちょっとチェックしていきたいと思います。スニーダーでこれは見ちゃおう。定価24,200円で、あ、まあ特にブラックはちょっと高めには出てますけどね、まあ実績はなさそうですね。それからツートンコーディロイシャツのこのグリーンなんかも売り切れになっておりますけれども、ここではちょっと省略したいと思います。多分プレミアムついてないだろうということで、早速これを見たいと思います。今週の一番人気、モーションロゴのフーデッドスウェットシャツ、ダークタン、すごい速さで売り切れになりましたね。それから人気だったのがライトブルー、それからバーガンディオレンジも、早く完売になったということで、モーションロゴのフーデッドスウェットシャツ楽しみですね。定価29,700円、どのぐらいついてんだろう。色によってもちょっとプレミアムついてる感じが違うとは思うんですけど、32,000円ってブルーが売り切れになってますけど、32,000円だとあんまりこうなんかプレミアムついてる感じしないですね。3,000円ぐらいなんで、37,000円でダークタンが売れてると。ブルーとタンが多いですね、出てるのも。売り切れ38,900円、まあ1万にはならないな。ダークタンで1万円プラスにはなってないという、38,000円ぐらいか、4万ぐらいにはなって、プラス1万円ぐらいあるってことか。ダークタンでそれ以外の色はでもそんなでもないですね。33,000円とかぐらい、ライトブルで36,000円とかっていう感じになってると
やっぱ結構出てますね。シュプリームの非常に代表的なデザインの一つと言われている人気のロゴデザインですので、たくさんリセールに出されてますね。まああんまり売れてないね、メルカリだと。39,000 円、タンガ、そしてオレンジが38,000円。オレンジも結構希少カラーなんですかね。バガンディ37,000円とか、まあ1万円弱ぐらいですかね、全体的に見て。プレミアム価格というのが7,000-8,000円って感じかな。ブラック32,000円で、この辺はもうほぼほぼ定価付近ですね。あのヘザーグレーなんかも多分そうだと思うんですけど、まあ32,000円なんで定価付近と。ライトブルーは33,000円。まああんまりですね、スニーダンで見ると3万、あこっダークタンがやっぱり37,000-8,000円ぐらいまで来ているというような感じ。はい、オレンジ、まあオレンジも34,000-5,000円っていう感じですかね。そんなにやっぱりダークタンが一番プレミアムついてますね。それでもやっぱ37,000-8,000円なんで、まあ8,000円ぐらいのプレミアムなのかな、という形になっておりました。それからダブリニーのペインターパンツ、これはまあ前から売り切れになってるわけじゃないので、まあ見なくてもいいんですけど、一応ちょっとだけちらっと出てるかなぐらいは見ようかな。まあいつも人気のアイテムなんですけど、まあ、あ、まあちょっとあの検索でうまく引っかからなそうですね。まあこれ22,000円で1個売れてたりはしますけど、これ中古っぽいね、でもね。まあいいや、26,400円の定価です。まあプレミアムはついてないだろうということで、モーションロゴ B にこれを見よう。フーディは少しプレミアムついておりましたけども、色によってという感じでしたね。B には定価5,500円と手頃なので、まあ出てるね、7,000円台ぐらいで、7,000-8,000円で出てますね。ブラックは7500円で売り切れになってると、2000円ぐらいだね。ホワイトも今7000円でちらっと売り切れてるのが見えたし、2000円、まあだからそんなにプレミアムって感じじゃなさそうですね。はい、まあ今のところやっぱりモーションロゴのフーディーの方がちょっとプレミアムがついてるような感じになっていると。そして MSR のキャンプハンマー、これ売り切れになりましたね。定価は？定価いくら？ 13,200円。13,200円ですので、果たしてどうでしょうか？ MSR のキャンプハンマー。出てんの？あ、出てるね。出てる。ちょっとしか出てない。MSR キャンプハンマー。おー、出てる。おった。これ、プレってる。これ、今週1か？もしかして。さ、13,200円で。率で言ったら今週1ですね。あのプレミアム価格率で言ったら2万になって、2万近くになってますから、まあ 50% アップぐらいになってますんで、すごいね。率で言うとこのキャンプハンマーが今のところ一番ですね。まあ額で言うとモーションロゴの方が少し大きいかもしれませんけど、まあでもキャンプハンマーすごいですね。ちょっと一応スニーダンでも見てみようか、今取引どんぐらいされてるのか。まあ数少ないんですねこれね。あー、1個しか出てない。少な。あ、赤は3個だ。ブラック希少。こう、ブラックは希少ですね。すごい。赤も3個しか出てないけど。すごいですね。キャンプハンマー買えた人、勝ち組ですね。あの、昨日の生配信実況中継中に、あの、2色買いしたって人いましたけど。勝ち組だな、完全に。ということで、ハンマーが今のところ一番プレってると言っていいんじゃないかなと思います。そしてエアベイキン見たいと思います。ナイキのエアベイキン、ナイキエアベイキン、シュプリームナイキエアベイキンで入れればいいかな。うん、シュプリーム、シュプリーム、ホワイトの方が少し早く売り切れになったような感じでしたね。21,000円、定価は21,450円。あー、出てるけど、もう、ブラック、あ、ここで分かるね。あ、29、あ、そうなんですよね。大きいサイズがね、結構、あの、今回、売り切れの早かったですね。11以上
ぐらいのサイズは早く売り切れになりましたね。なんでその辺の価格の方がプレミアム結構つきやすいんじゃないかなと。ホワイトは 34,000円なんだ、すごいですね。21,000円で、あ、結構ついてますね。ってことは34,000円ってことは1万3,000円くらいついてんだ。これだね、ホワイトでしたね。エアベイキーのホワイトが今週は多分一番プレってるということで、順当にコラボがプレミアムついているというような感じになりました。ナイキエアベイキンシュプリーム34,000円か、ホワイト、ブラックは多分30,000円後ぐらいでも、それでもプレミアムついてますね。あ、結構出てるね。ホワイト34,000円、やっぱ34,000円ぐらいがホワイトの今プレミアム価格っていうことですね。29とかになるとやっぱ急に跳ね上がりますね。36,000円、 28.5、 あ、 28.5 はそんな高くないか、29はすごい高いですね。ということで、はい、スニダンでも最後チェックして、ナイキのエアベイキンが今週は一番プレってるという感じでいいのかな。2万7,000円、ブラックは、ホワイトは、33,000円、大きいサイズになってくると違うんだろうね。まあ32,000円って感じかな。なのでまあ1万円ぐらいプレミアムついているっていう感じになっていると。ホワイトの方がやっぱりプレってましたね。ということで今週プレっていたのはこのナイキのエアベイキン、特にホワイト、それからモーションロゴのフーディーダークタン、ダークタンは非常に人気になっていると、リセールでも好調な売れ行きになっていると。それからキャンバスのジャケット、これはまあ実績少ないですけど結構プレミアムついてました。あ、まあこれが一番かな、あの金額的に言うと6万とかになってますんで、まあ、ただ実績はちょっと少なめでしたね。そしてハンマーが人気になっているということで、プレーンチェックやってまいりました。まあちょろちょろとついてるアイテムありましたね。ということでプレーンチェックやってまいりました。じゃあ今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。